地域美化事業日本丸ごとゴミ拾いに向けて、昨年千葉県全域を対象として開催した湾岸丸ごとゴミ拾い100年経ってもあなたと仲良しは、同じ日同じ時間同じ思いで楽しくいい街づくりをコンセプトに賛同参加を呼びかけ、市民行政企業が一体となり約1万人の参加者で49トンのゴミを拾いました。特に学生たちの若い力がこの環境イベントに大きな影響力を与え、大人たちの刺激となりました。我々は初年度の2008年を種まきの年、今年2009年は水やりの年、そして2010年を芽を出す年と位置づけ、来年9月25日に開催される千葉国体の前に、県内からゴミをなくし、きれいな街で他県の皆様をお迎えしようを合言葉に、国体実行委員会と連携を進め、この大会を契機に千葉県民610万人が一丸となっていい街づくりを推進していくきっかけのゴミ拾いを行います。ここから向こう10年間で日本丸ごとゴミ拾いを目指し活動していきます。水やりの今年は丸ゴミ09 100年経ってもあなたと仲良しとタイトルも新たに、賛同地域も増え、9月19日土曜日朝9時から各市町村で一斉にゴミ拾いをスタート、午後からはそれぞれ町フェスイベントを開催し、千葉県をきれいにしていきます。詳しい開催地、今後の予定などは丸ゴミのホームページを確認してください。たくさんのご参加お待ちしています。丸ゴミ09 100年経ってもあなたと仲良し。